オリジナルうちわにしたんですけど、意外となんか私の腕が良くてなんかいいうちわができちゃって、みんな欲しかったかもなって思っちゃいました。こんばんは。昨日タワーをくださった方々いらっしゃるかな。あのありがとうございましたで、写真で持ってたうちわはあれはね、あの余りなんですよ。だから私が持って帰った。なんか2枚セットで売られてて、でも景品的には5枚だったんですけど、じゃあ結構余ったんよ。じゃあ自分用っていうかみたいな感じで書きました。おふちゃんいる？ちゃん、ありがとう。お疲れのガラポン景品、確かに。ありがとう、ふちゃん。ありがとう、楽しい2日だった。ねえ、2日だった。こちらこそありがとう。で、なっかん大福さんありがとう。ありがとうございます。そしてマフィンさんありがとう。ちょっと明るすぎ？うん。Thank you。いらっしゃる？そしてシューンさん、ありがとう、さっき。ありがシューン。続きましてみとっち、ありがとう。続きましてジーポンが香港さん、ありがとう。ありがとうございます。ファンミーティングが今日はあったんですけれどね、来てくださった皆さんありがとうございました。今日もお疲れ様、お疲れ様。ファミも楽しかった、ありがとう。あれ今来た？タワーのお礼見えた？深くありがとう。
らこそ。今日も可愛いですね。ありがとうございます。 iPad 下に置いとった方が目がキラキラするけん置いとこう。ありがとう。ショールーム写真集届いた。ありがとうございます。ショールーム写真集、おお、何月分の必要がもう半身開催されますよね。ねえ、来てくださいますか。横断幕の英語の意味、わかりました。ありがとうございます。横断幕の写真さっきいただいてさ、昨日の載せようかな。今日初めてうちわ作った。え、一緒じゃん私と。メール見てくださいましたか皆さん。私の作ったうちわの写真を載せたんですけど、卒業後もファンクラブ加入させてくれれば行くよ。本当？うん。やった。ママ。そうそうそう。めっちゃ不細工。こんぐらいがいいな。高さが微妙。サイン入り写真集とショールーム2月号。2月写真届きました。ありがとう。こんばんは、今日は誕生日でした。お、えへへ、モリオン、モリオンさんお誕生日おめでとう。ハッピーバースデーモリオン、コングラチュレーション、おめでとうございます。今日漏れてるな。今日なんか目がちっちゃかったんですけど、ショールームやるとなんかでっかいの、下からの光じゃけんかな。 Happy birthday。 インスタは田中さん、そうシレットこっこなしちゃいました。最強のしよかった。本当？全然声出なかった。配信の影響でもおこたんめん買いました。美味しいよね。卒業後の SNS とかファンレターとかどうすればいいのか気になってきてる。ファンレターはね、あの事務所のホームページの方にあの受付先が書かれているので、そこにいただけると私は見ることができますので、お待ちしております。 SNS 関係はまたこれからもあるんですけど、消えることはないと思うけど、4月になったらっていうか4月を待っててください。そう、プレゼントとかも同じ宛先にくれるそうです。サインは B のコールバッジでよかった。ありがとう。寝れなかったよ俺も。今日の地震ねえ、びっくりした。プレゼントのルールも変わる。変わる。ブルー台湾さん、桜タワーありがとうございます。どうしよう、書けるかな。プレゼントのルールも変わります。過去の SNS 全部消えちゃうんだけど、過去の SNS は消えますのであの、うわ、この写真めっちゃ好きって言って思ってくださってる方は、あの今のうちに保存しといてください。うん、ブルー台湾さん、ありがとうございます。ありがとう。 X のインスタも来てくれた。誕生日見ます。
13位エンパワーメントさん、12位ティーネージャーさん、11位長谷川さん、10位うまちゃんさん、9位マサさん、8位やすもさん、7位ツッキーさん、6位中野福さん、5位よしひこさん、4位ジェンポング香港さん、3位シューンさん、2位ジャストミタさん。